そうですね。一番はやっぱり触れただと思うんですけどね。なるほど。三つぐらい挙げるとすると、まあ、触れたことと、で、もう一つが、意外と他の予算システムで、本当にマッチするのがなかったっていうのがあるんですけど、なんかまあ、触ってみたらよかったのかもしれないなと思ったりした。結構思想が違うんですよね、どこも。で、なんか、そう、エクセルをこう、どんどんこう、集めるみたいな思想のやつもあって、それも結構使いやすそうだなと思ったんですよ、実は。ただ、やっぱりデモができなかったので、それで運用を組み立てられるのかどうかって、やっぱやってみないとか、こう操作性とか、やっぱ怖かったので、まあ、僕らだけが触るんだったらいいんですけど、そのなんか現場巻き込む的な思想のやつとかを、これだったら現場巻き込んでもいけそうかなとか思ったりもしたんですけど、やっぱ触れなかった。あとは、ダッシュボードですね。ダッシュボード意外とないんですよ、まあ、他のシステムって。そうですね。はい。あれがパッと見えるのが、やっぱりなんか、こんだけ部署がいっぱいあって、日に日に実績が変わってる会社からすると、まあ、ありがたいというか、まあ、すごくいいなと思って。で、